はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は2月1日土曜日、時刻の方は16時49分から50分になりました。ぴょぴょー。はい、そんなわけでね、今回は夢デジパワー3の話題になります。昨日から今日にかけてコメントがね、たくさん来ております。まず1人目、昨日のコメントです。よしブログさん、私の状況は11月11日にパワー3をおまけ付きで買って、キャンセルされるギリギリの12月23日に発送されて、1月1日に荷物がキャンセルされました。あったね、年が超えてね。そこから荷物の状況、お世話による出荷拒否の表示です。この内容が年明け騒ぎがあったんだよね。コンセントが混じっちゃったからね、2週間ぐらい再検査がかかるってことでね、嘘かまことかね。追跡番号で、追跡できない状態になっております。2月20日までに届かない場合は紛争から返金申請できますと書いてあります。現在も出荷キャンセルの状態のままです。届きがしませんが、2月20日まで待って返金申請予定です。待ちきれないのでコスパ最強のこれなんていうもの、これリアルミー X2 プロ 6GB 64GB を買っちゃいましたよってことでね。まあ ここの最後の1行はね、これはこの1行はね、まあ、待ちきれないとしても11月11日なんで、まだ12月1月2月まだそうだ、2月11日あそうだね、まあ3ヶ月だよね、もうすぐでね、あともうちょっとで3ヶ月でも、まあこれぐらいはね普通です、ね。はい、待ちきれない、でもそれとトレードオフで海外通販安く買えるんでね、これはね、この1行はね。はい、それでね、この件に関してなんだけど、昨日だったかな、ライブでね、昨日かな一昨日かな、ライブで誰かがね報告あってスクショ撮ったんだけど、ちょっとそのスクショをね、ちょっとなくしてしまいました。あーって感じだね。どっか行っちゃったので口頭で説明したいと思います。でこのように11月11日に注文組の方ね、キャンセルされたままの方がかなり多いです。それで昨日ね、もう空港に来ましたよってことで、通税待ちってことでね、通関すればもうすぐ届く状態だよっていう報告がありました。でその荷物番号に関してなんだけども、実はねこの方と同じようにキャンセルになったまま、ね、で前回もね、誰だっけ、2回問い合わせをしても2回ともシカトされたままでね、返事が来ないっていう、で届きがしないという方もいたんだよね。でね、その方は何で荷物番号を知ったかというと、キャンセル食らったままなんだけども、連絡をしてもね、シカトなんだよね。アリエキスプレスのところからどんな連絡をしてもしかと返事が来ない。そこで夢デジの公式ページがあって、でそう言われればね、注文の手合わせこちらっていうあるんだよね、場所がね。でそこから問い合わせをすると返事が来るってことで、私の荷物番号どうなってますかみたいなね、キャンセル買って発送しましたって、いや発送したら荷物の番号を教えてください、こちらですということで、ちゃんとね、教えてもらったそうです。なのでその方はずっと荷物の追跡をすることができる。でもアリエキスプレスの方は問い合わせをしても仕方されたままっていうね、まあそういう状況なので、まあ、ほとんど多くの方はアリエキスプレスの方で問い合わせをしてると思うので、荷物番号が受け取れないままね、不安な日々を過ごされているのではないかなと思います。で荷物番号を知っている方っていうのは、まあ、問い合わせを何かしらの状態でしっかりとコンタクトを取れた方で、そういう方っていうのはやっぱり夢デジの情報を、まあ、販売しているところとか、まあ、夢デジのこんなものが発売するようだけじゃなくて、ちゃんとどんなものかちゃんと調べる方なんだね。でちゃんと公式ページを見て、公式ページのところの受付の通販のお問い合わせこちらってのが確か増えたねっておじいも話題に出したことあると思うんだけど、あそこからお問い合わせすると
をちゃんと来るらしいのでね、まあ、今はまだ3日まで、ね、春節休業になっちゃってるんでね、延長してるんでね、ウイルスの関係で。なので返事は来ないと思うんだけど、実際の荷物っていうのは出荷されてる確率が高いです、このヨシブロムさんの場合もね。なので、まあ、心配はないと思うけどね、11月11日組の方。次、カズ大吉さん。あ、カズ大吉さんだかな、確かコメントをライブでくれたの。違ったかな。まあ、4時間前、関係ないコメントを指示します。これ、今日だね、これね。昨日のお昼のライブ配信で、前回まで、あ、そうそうそう、昨日ね、そう、カズ大吉さんが教えてくれたんだよ。公式のページから問い合わせをすると、荷物番号をくれるよというのね。鈴木です。昨日のお昼のライブ配信で、税関まで来ました、報告したパワー3が自宅に届きました。おめでとう。東京都内です。ネットもしっかり 4G つかみました。またデザリングも普通に使いました。iVideo の900ギガの SIM レンタルで利用してました。APN 設定は F2 とかで出回ってる MVNO の種類のところは初期設定なしで使いましたよってことでね。早いね、本当、昨日報告してくれて、来た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 っつって。で、すぐに届いた。ね。やっぱ東京なんで近いんだね。これが地方だったら、もう1日2日ぐらいね、かかったんじゃないかなと思います。おめでとう、まずはね。はい、そしてね、ワンワンマロンさん、9分前。ね。こんにちは、嬉しい報告です。パワー3が日本に届きました。本日2月1日に、国際交換局に到着して、ただいま通関手続き中です。ということで、もう続々とね、かてパワー3が11月11日注文組が、もうポコ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 ね、届き始めてると思います。なので、連絡しても音信不通で返事が来ない、ね、キャンセル食らったままで、やきもきしてる方も、おそらく、もうここ数日以内にポコポコポコって届く方が、まあ、ほとんどではないかなというのが、おじいの予想です。でね、あと一つ、パワー3の場合は、いきなりポポンってこうアップデートを2回出してるよね。で、一応お手元に届いたら、まず最初に行うことは、ワイヤレスアップデート、ね、でワイヤレスアップデートをして、で、それから工場出荷状態で戻す、初期化をする、ね、そのアップデートの内容を正しく反映するために初期化をして、それで、一番最初はあれ、アカウント紐付けなしで一度起動して、で問題がないかチェックして、それから紐付けをした方がね、確実ではないかなと思います。やっぱね、 F2 の時にそのままワイヤレスアップデートをしただけでは、ちゃんと不具合が修正できなかった組もいるんだよね。で、公式でちゃんとアップデートしたら初期化しなければならない場合もありますっていうのがあったので、ちゃんと出てたんでね、一応念には念を入れてやった方がいいんじゃないかなと思います。まあ、おじいの場合はそうする、少なくてもね、必ずやった方がいいよとか、これをやらないとああなるこうなるっていうもんじゃないけれども、おじいだったら届いたらアップデートをまず真っ先にやって、で工場出荷状態に戻して、それから紐付けはなしでとりあえず起動できる状態に終わらせて、それから確認をして異常がなければアカウントの紐付けをする、これをやると思います、おじいはね。まあ一応ね、石橋続きながらね渡る方はそうしてみてください。でパワー3の場合はね、どうなんだろうね、エリオ P60 なんで、まあ、動作の方も F1 とかね、 F1 プレート同じぐらいに、まあ、快適ではないかなと思うんだけどもね。あと肝心なパワーデリバリーね、逆充電ができる、この機能が修正かかっているので、まあ、その点が不具合が本当にないかどうか、まだね初めての機能で誰もまだ試したことがないやつだから、まあ、その辺は慎重にやらないと、ちょっと夢にしたんでね、まあ信用ならないと言ったらあれかもしれないけど、充電で異常な熱を持つとかね、
まあ、出火することはなくてもね、なんか出火とか爆発することはないにしても、なんか大丈夫かなこの熱とかね、そういう風になるのも怖いからね、一応目の届く範囲で最初は試された方がよろしいんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで今回はね、3名様から報告をいただきました。パワー3、11月11日、中国の独身の日だね、おまけ付きで注文した方が、もう今やっと続々とドド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 ドって来始めてるので、ね、他の方も楽しみに待っていてくださいというお話でした。で、荷物番号の問い合わせ、あ、そうだったんだってね、ユミレジの公式ページのところから確かにね、なんかリニューアルというか、だからボタン増えてたんだよ、お問い合わせこちらっていうのがね、そちらから問い合わせをすれば来ると思うけども、春節は国の方がね、休みを決めるんだけども、今のところ2月の3日まではお休みということで定められているので、それ以降にならないといくら連絡をしても返事は来ません。会社関係の連絡網は一切連絡ができません。こんなところはね、日本の方知らない方が多いと思うので、返事来ないってわめく前に春節が終わらないと、もう業務が一切、業務っていうかもう休みって決められてるからね、中国はね、日本人みたいに働かないからね、働いちゃいけないっていうね、祝い事は祝い、もうこれがもうなんていうの、国民としての義務だっていう感じで、それがね、お国です。お国の違い、考えの違いね、昔の日本も同じだったんだけどね、いつの日からか日本っていうのは働くのがみんな大好きで、でやっぱお金儲けるのが大好きね、だから祝日とか祭日とかね、それよりも働く、お金を稼ぎたいね、休んでらんないとか、その休んでらんないって、なんで休んでらんないのって、休めばいいじゃんと思うんだけどね、でも今度は不便とかね、つまんないとか退屈とかね、いっぱい出てきて、でこう寝ない、もう24時間寝ないっていうね、そういう日本にもう24時間働いてますかって感じでね、ガン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 ってこうやってきたらね、でも最近はコンビニが24時間やらないでね、認めるところもパタパタパタっとこう増えてきたんで、やっぱなんとなく買ってきたよね、今まで頑張りすぎとかやりすぎっていうかね、むしゃくしゃ、まあ、その話をするとね、また違う方向に行っちゃうんでね、この辺で終わりたいと思います。というわけで、夢デジのパワー3のお話でした。どこいただいた3名様ありがとうございました。またね、バイバイ。